宗教曲が続きましたけども、次は、大きな古時計。なんか日本の曲と思われるかもしれませんが、実際はこれは、アメリカの曲で、1876年、今から134年も前に作られた歌だそうです。そんな昔の歌知ってるはずがないんですが、1962年にみんなの歌、NHK のみんなの歌で歌われます。その時に穂富東吾という、作詞家が、作詞をしまして、でつい最近でもないかな、2002年に平井堅がカバーしてヒットしております。原曲ではおじいさんは90歳だそうです。90じゃちょっと語呂が悪いというので、100歳にしたんだそうです。その次にですね、すみれの花咲く頃、宝塚歌劇団の愛称歌のようなものなんですが、原曲は、ドイツ映画ライラックの花咲く頃で、これがフランスに渡ってリラの花咲く頃で、フランスにいた、白井鉄三がそれを耳にしまして、日本に持ってきたいということで、スミレの花咲く頃として日本に紹介されました。ドイツ、フランス、日本と旅をした歌です。あ、ちなみに白井鉄三さんは春野町の出身だそうです。それでは、大きな古時計と、スミレの花咲く頃2曲続けて歌います。